にちは、古写真研究員の井桜です。私は今横浜の野毛山に来ています。ここからだと横浜の街が一望できます。今回のジャパニーズライフ第6話はここ開港地横浜です。横浜の街にタイムトリップです。こちらはフェリーチェベアトが明治5年に撮影した横浜の眺めです。先ほど私がいたのは野毛山でしたが、この写真は野毛山よりも少しだけ北側に位置する伊勢山から撮影していると思います。ここが開業したばかりの横浜駅、現在の桜木町駅です。東京百景の芝生でご紹介した新橋駅と全く同じ作りの駅舎です。左側のこの建物は明治4年に実業家高島嘉右衛門が開設した私塾蘭奢堂、通称高島学校です。ここでは6、7歳以上の子どもたちに英語、フランス語、ドイツ語、国語に漢字や数学、そして駅教を教えていました。そう、高島駅団の駅教です。第18代内閣総理大臣となる寺内正武や日本美術を世界に広めた岡倉天心もここで学んでいました。しかしこの建物は明治7年に火災で焼失してしまいます。遠方のここに大きな建物がありますね。この建物の手前には本町通りがこんな風に通っているかと思います。本町通りに並行して半分だけ弁天通り、本町通りと弁天通りの突き当たりに馬車道通りがあります。この辺りには仁尾崎遊郭がありましたが、慶応2年に豚屋火事と呼ばれる火災で焼失してしまいました。この当時はその跡地です。現在の横浜公園の場所になります。そこから大きな建物の後ろ側に通っているのが日本大通りです。ところでこのやたらと大きな建物、ここは横浜税関の場所かと思いますが、明治6年に新しい建物が竣工するので、これは慶応2年に洋風建築で新築された神奈川運上所でしょうか。そこは横浜役所と改称され、明治4年に横浜税関とされます。それにしてもやたらと大きく見えますね。江戸時代の横浜は大体ですが、この辺りは入り海でした。ここが陸地です。横に伸びた浜、横浜村の名前に由来します。幕末期までにはこの辺りまで埋め立てられ、四方を海と堀川、波大岡川に囲まれた出島のような形に形成され、安政5年、今から165年前に開港地とされます。そしてこの辺りを外国人が住む山下居留地としました。その後外国人が増えたため、慶応3年には遠方に見える丘陵地を山手居留地としました。山手居留地と堀川の間にある元町は日本人居住地です。多分ですがこの辺りに元町百段と呼ばれた石段があって、山頂には浅間神社がありました。横浜税関と思われる建物の手前のこちら側は日本人居住地です。明治になるとこの辺りも埋め立てられて鉄道が開通され、横浜駅ができました。このやたらと大きな横浜税関らしき建物ですが、こちらの写真は明治10年代です。ここに横浜税関があります。ちょっとうっすらしていて見えにくいですが、左側の建物が明治6年に竣工した横浜税関です。
明治5年に撮影されたベアトの写真と比べるとなんだか小さく見えます。右側には塔のある建物が見えます。こちらは横浜町会所、現在の横浜市開港記念会館の場所になります。左側にある大きな柱は伊勢山皇大神宮の鳥居です。その左側にちらっと見えるのが横浜駅の駅舎です。この風景が明治20年代になるとこんな風に変わります。この写真は野毛山方向から写しているので少し角度が違いますが、ここが横浜税関です。左の大きな塔の建物が明治18年に竣工した新しい横浜税関です。先ほどの建物よりも海側に新築されました。その右側に見える少し小さな塔の建物が横浜町会所、先ほどの横浜税関は明治16年に神奈川県庁に譲渡されました。この写真だと角度が違うので横浜町会所の後ろに隠れて見えないようです。右端の塔は明治22年に竣工した横浜郵便電信局です。本町通りは横浜町会所の後ろを通り横浜郵便電信局の前を通っています。それでは早速町に出てみましょう。ここは日本大通りと本町通りの交差点です。本町通りを奥へ進むと日本人居住地になります。右側の大きな建物が明治22年に竣工した横浜郵便電信局、左遠方の塔のある建物が明治7年に竣工した横浜町会所です。横浜の貿易商人たちの商売上の問題などを評議するために設置されました。横浜税関の建物は写っていませんが、横浜郵便電信局の右奥にあります。この頃は神奈川県庁です。明治18年に新築された横浜税関はこの日本大通りを右に行った突き当たりにあります。次は日本大通りを左に進んで振り返って海側を見てみましょう。こちらは明治初期の写真です。突き当たりにまだ横浜税関はありません。この辺りが本町通りと日本大通りの交差点だと思います。右側の建物はアメリカ領事館です。そして遠方の建物がイギリス領事館です。変わった形の建物ですね。現在の横浜開港資料館がある場所です。アメリカ領事館の横にいるこの人たちは貿易商の人たちでしょうか。たくさん荷物を運んでいますね。次は本町通りを右に進んで山下居留地へ行ってみましょう。洋館が立ち並んでいて外国人の居留地って雰囲気が漂っていますね。中央に停まる人力車の遠方、両替51番って書いてあるのがわかります。ということは右側の女性がいるこのお店が山下居留地70番になると思います。看板がありますね。拡大してみます。下の看板にはG プラスパイオニアストア、上にはエスタブリッシュと創業1867とあります。 G プラスさんはドイツ系アメリカ人で明治12年にここ70番に移転したそうです。明治15年に死去したそうなのでその間に撮影されたと思われます。パイオニアストアは食料品を販売するお店だったようです。この本町通りを51番の両替店も越えてもっと奥へ進むと山下居留地57番にはこんなお店がありました。
2階のテラスのところ、ちょっと読みづらいですが、ジェネラルストア OE フリーマンとあります。フリーマンは1860年万延元年に来日し、その後この山下居留地57番に雑貨店を開業しました。さらにお店の一角では写真スタジオも営業していました。スタジオに使っていたのはこの辺りでしょうか。天井が天窓になっていそうです。皆さんお分かりですか。ここが日本で最初にできた写真館です。今度は馬車道通りです。日本人居住地中央のここは何かが走り去ったようです。その後ろには牛です。のどかですね。右端のこのお店ですが、看板には牛肉、うなぎ、飯、のれんには吉野家。でもあのお店ではないようです。左側のお店は氷屋さんですかね。明治10年頃の馬車道通りでした。こちらは元町通りです。こちらも日本人居住地、現在もショッピング街としてにぎわっていますが、この頃も活気がありますね。鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいます。この通りを奥に進んでいくと、こんなお店がありました。ここに絵が置かれています。屋根の上に看板がありますね。ちょっと読みづらいですが、元町5丁目横浜。看板の一番上には小林ですよね。その下はフォトグラフィックピクチャース、写真のような絵を販売していた小林商店です。右端の看板が少し気になったんですが、お寿司屋さんで牛肉。2階の窓にはうっすらと微笑んだ女性がこちらを見ていました。なんだか当時の人々の暮らしが見えてきます。今度はこちら、中央の石段が元町百段です。実際は101段あったそうです。山頂には浅間神社があって、こちらからも横浜の街並みが一望できるので、茶屋もあってにぎわっていました。ここが元町通りです。左が元町2丁目、右が元町3丁目です。手前の橋は前田橋。私にはこの石段を登れる自信はありませんが、この辺りからこちらを見たのがこんな景色です。ここが堀川で、手前に元町の家並みが少し見えます。そして大体ですが、この線の手前が山下居留地です。現在の横浜中華街のあたりになります。中央のこの建物が、慶応3年頃にはヘンダーソン&ウエストというお肉屋さんになりますが、建物をよく見ると2階はナマコ壁ですが、1階は壁がむき出しになっています。まだ完成していないのか改装中のようです。この写真は慶応元年頃の撮影のようです。山手をもう少し左方向へ進むとこんな景色が見えました。明治10年代頃の写真です。中央の川が波大岡川です。こちら側が山下居留地で、その後ろの木が茂っているこの辺りが宮崎遊郭の跡地で、明治8年には公園になりました。現在の横浜公園、そう、横浜スタジアムがある場所です。遠方の丘陵地のこちらが野毛山、そしてこちらが伊勢山です。この伊勢山にはこの辺り、見てください。うっすらですが、ここに最初の頃にお見せした
伊勢山皇太神宮の鳥居が見えます。そしてこちらもうっすらですが、横浜駅の駅舎が2つ並んで見えます。なんだか横浜を一周したような達成感があるのは私だけでしょうか。